こんにちは、コッコです。本日は江ノ島近くの民泊に宿泊してみたのでレポートします。江ノ電藤沢駅湘南ゲートのフードホールへ。遅めのランチ、何を食べましょう。中華、福満園はリーズナブルな本格中華、エビ好きに嬉しいメニューの数々。これもいい。ランチには遅めの時間だったので店内は落ち着いています。2種海鮮と野菜のさっぱり塩炒めの定食、とろーり卵のスープにバンバンジー風サラダ、大盛りご飯に杏仁豆腐。福満園さんは横浜中華街から初出店とのことで、何を食べても美味しい。エビがとても大きかったので、エビメインのメニューはとっても食べ応えがありそう。手頃な価格でこの美味しさは大満足。さて、一心地ついたので夕飯買い出して本日のお宿へ。江ノ電の藤沢駅、今の時間はまだ空いていますが、江ノ電路線図、今日降り立つのはここ。龍の絵が描いてありますね。実は今日は鎌倉花火大会があるんです。一旦チェックインしてから花火大会へ向かおうかと。湘南海岸公園駅、初めて降りる駅。駅を出たら左手へしばらくまっすぐ歩き、ここを右へ、突き当たりまでまっすぐ。突き当たりは車通りのある道、信号の手前にセブンイレブンがあります。片瀬5丁目の信号を左手へ。こちらのキャンプ飯さんを越えた奥に本日のお宿が。駐車場はありません。ホテル江ノ島アパートメント、築53年のレトロなアパートをリユースした民泊スタイルのホテル。利用者は海外の方も多いようです。本日は103号室。事前に伝えられる暗証番号でボックスの中の鍵を取ります。昭和な空間で自宅のようにくつろいで過ごせるという。一旦中の電気をつけてきまして、ちょっと変わったお部屋。玄関を入るとすぐ横にハンガー、その下に靴箱があり、スリッパが入っています。リビング兼寝室は2部屋になっていて白と黒。103号室のコンセプトは乙女な白と黒。黒の部屋にはテーブルに椅子にソファー、白の部屋にはベッドが2台。こちらの部屋の方が明るかったのでテーブルを移動してこちらで食事をすることにします。一人で使うには広すぎますね。ベッドにはタオルケット、押し入れの中には予備のマットレスが入っていました。こちらは玄関入ってすぐのキッチンスペース、ガステーブルに換気扇、調理台にシンクに食器棚、棚の中にはいろいろな食器や調理器具が入っており、使用することができます。調理器具のラインナップ、まな板、包丁、布巾、ボウルにザル、冷蔵庫とレンジ。冷蔵庫は結構大きめなのでたくさん入れられます。下段は冷凍庫、こちらにも十分食材を入れられます。電子レンジ、ん?と思ったらコンセントが抜けていました。こちらに挿しておきましょう。鍋やフライパン、炊飯器もあります。ゴミの分別もよろしくお願いします。洗面台とシャワールーム、扉はなくカーテンでした。こちらは湯船は取っ払ってあり、広いシャワー空間に。段差があるのでこけないよう注意。シャワーの温度はここで調節。
排水口に細かいものを落とさないよう注意。シャワールームの隣、玄関横にトイレ。上に窓がありますが、少し外が気になるかな。バスマットにフェイスタオルにバスタオル、ドライヤー、延長コードにティッシュ。天蓋をセットするとこんな感じ。これすると落ち着きました。ちなみに部屋のライトのスイッチはこの紐ですよ。湘南ゲートの入り口の催事でスコーンを購入してきたので、少し温めておやつタイム。夕方になり外へ。今日は鎌倉の花火大会、江ノ電で稲村ヶ崎や長谷を目指しますが、目的地までたどり着けませんでした。江ノ電のあまりの混みように苦しすぎて途中下車。ここは七里ヶ浜。もっと早く宿を出発していれば先まで行けたかも。もうそろそろおばちゃんには花火大会は厳しいのかな。山の向こうに花火が打ち上がりました。5年ぶりの開催となる鎌倉花火大会。由比ヶ浜から材木座海岸に渡る鎌倉海岸で打ち上がります。目玉は海面で扇状に花火が広がる水中花火。この山を越えた海岸までたどり着ければ。ただ間近な場所まで行ってしまうと今度は帰りが大変になるんですよね。七里ヶ浜なので帰りはすんなり江ノ電に乗車。サクッと帰ります。宿に着いて汗を流したら夕ご飯。日中に買い物したお弁当とお惣菜。唐揚げにゆで卵に生春巻き、豆腐の味噌汁も。お茶もコップに注いで。ホテル江ノ島アパートメントさんはテレビがありません。一人なのでとても静か。シャワーや夜中にトイレに行く時など少々心細かったです。二人での宿泊をおすすめします。さて明日は仕事だ。おやすみなさい。お世話になりました。さてお楽しみの朝食は、果実園リーベルさんにてフルーツモーニング。朝7時から11時まで限定のお得なモーニングメニュー。クロワッサンのメニューもあります。ドリンクバー付き、ホットティー系、お水やジュース、アイスコーヒーにアイスティー、ホットドリンク。外が暑かったのでまずはアイスコーヒー。一人用のカウンター席にはコンセントが。少し迷いつつ選んだのはビセットのフルーツサンド。ほうボリューミー。大きくカットしたフルーツとちょこっとサラダ。さすがフルーツ専門店、モーニングも一味違いますね。旬の完熟フルーツ盛りだくさん。食パンは薄め、クリームよりもフルーツがメイン。お口直しの塩気のサラダ。甘いフルーツ三昧で思わず顔がほころぶモーニング。今回はパイナップルが大優勝でした。幸せすぎる。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。